自己紹介お願いします。はい、私読谷村役場農業推進課の芋の担当してます、白間一郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は11月16日いい芋の日ということで、後ろの方では何か販売されてるんですけど、何を販売されてるんですか？品種的にもうミスター読谷紅芋と言われる、ビセを販売してるんですが、まあ、この飛行場の土地で作られた美味しい紅芋を販売しております。ビセの特徴としてどういう味がするんですか？最近この甘いで紫の芋っていうのはだいぶ少なくなってきたと思うんですけど、ビセは味も良くて、で、まあ、読谷の人に昔から愛されるようなそういう品種だと思います。はい、今日は芋販売ということで、いくらで販売されてるんですか？1キロ500円で販売しております。売れ行きってどんなですか？これから徐々に伸びていくと思います。今まだお昼前なので、これからお客さん入り次第どんどん売れていくと願っております。はい、また今日天気的にもちょっと肌寒いので、この熱々なまた芋お買い求めに来る人多くなりそうですね。ぜひこの天気が持ったまま気温が低くなっていただいて、焼き芋日和で本日、過ごしていければいいなと思ってます。はい、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。山内と言います。山内さん、はい、日頃から芋って食べられるんですか？もう主食ですよ。我々、はい、農家はもう芋がないとどうしようもできないし、今日はこちらのユンタ市場の方で、まあ、ビセというね、紅芋のまた一種ビセですか？はい、はいはい、農家ですけれども、はいはい、芋の名前を分からないよ。また普段は、まあ、芋を使った料理とか何か食べられたりします？そうですね、なんというかな、輪切りにして芋天ぷらやったりなんか しながらこうやっていますし、また木地タンプルーといってからね、いろんなのができますよ。これおばあらちがやるけどさ、私はできないけれども、芋も大事な主食ですから取らないとよ。でもね、今日はまたちょっと肌寒くなってるのでね、また芋も美味しく、さらにね、美味しく食べれるんではないですかね。そうですね、買い物もあんまりやったことないけれども、いや、役場の皆さんが立っているんで、ただ買いに行ったんですよ。今何も1号とかなんとか芋の日とかもわからないでよ。はいはい、はい、熱々のお芋をね、はい、美味しくいただいてください。ありがとうございます。はい、どうもご苦労さん。はい、よろしく。はい、こんにちは。読谷村出身の方ですか？はい、そうです。どこですか？あざは戸口の方です。戸口の方。はいはい、先ほど芋買われてましたけど、普段から芋って食べられるんですか？あ、芋美味しいですよ。どうですか、芋食べられてみて。食物繊維、ダイエットのためにも。今回ビセという芋らしいんですけども、お味の方はどうですか？今、はい、お父さん芋から食べる。はい、うん、ビセはよく食べたことあるんだが、うん、私またこれ、新しくできてるらしい、これ、はい、おいしい、前よりおいしい。また普段はなんか芋を使った料理とか、なんか他に食べられたりします？普段は天ぷらぐらいかな。天ぷらか、あるいはまた焼き芋なんか、まあ、畑で焼き芋やったり、それでみんなと一緒にお酒を飲みながらワイワイして食べています。昔はおやつが芋でしたからね、アルミホイルについて、はい、お風呂の沸かすときに一緒に入れて、これがもう最高の。ですか、はい、また今日はちょっと肌寒いので、また美味しくいただいてるけるんじゃないですか？あ、もう美味しい美味しい、体も温まるみたいで、とても美味しいですね。わかりました。はい、じゃあ美味しくいただいてくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。